殺し合いは FE による日本の漫画作品。月刊コミック寺院にて2015年11月号より連載中。連載開始前にはピクシーフでプロトタイプ版が執筆されていた。月刊コミック寺院2018年3月号の付録でドラマ CD 化された。2020年12月にテレビアニメ化が発表された。2021年7月現在。 シリーズの累計が70万部を突破している。賞金稼ぎのシャトーダンクワースは、ある日なの凄腕の殺し屋ン・リアン派に遭遇し、圧倒的な力で制されるが彼が要求したのは、彼女の連絡先であった。恋の甲は、突起がない限りテレビ屋にメ版の声優。リッツラン紹介その他作者は本作を描く。きっかけとして、高橋慶太郎の、 デストロ246に影響を受けたと語っている。タイトルについて、キャラクターの関係性を表すシチュエーションのことで、一定層には浸透しているが、つける際に葛藤したという。単行本題一巻が発売されるまでは兼業だった、ため、仕事が多忙であるほど描きたい意欲が湧き、本作のプロトタイプをピクシーフに投稿していた。作者は、初期の相棒が好きだったため、 ドラマを見ているようなテンポや雰囲気を意識して描いている。2022年に放送予定。ありがとうございます。